いやでも鈴木さん、その遠くの国がね、ヨーロッパの端っこの国がその勝手に踊ってくれてるのは別に気にしないんですけども、隣の国でしかも日米韓というふうに、まあ、言葉の上ではトライアングルとか要するに言ってる、その安全保障上の連携も少なからずある国がですよ、残り1年レームダックになって迷走状態に入って、しかも対中傾斜は今後一層深まるというふうに言われると、これはあまり日本にとっていいことなんてないですよね。もちろんそうですけれども、はい、それが現実だからそれを認めるしかないんです、うん。よく自民党の先生でいまだに日米韓って言ってる人がいて、はい、これ大丈夫かなと思います。だいたい外務省出身の人が多いんですけどね。でもあれ言わなくなったらおしまいだから、無理してこう万有を振るってことを口にしている感じも僕は受けるんですけど、やっぱ口にするのももう意味がないぐらいな印象です、うん、口にするとかえって、はい、韓国は甘えてきますからね、まだ大丈夫だと、だからありちゃいけないんですよ。言っちゃいけないんですか。私のようなね、一般人が言うのはいいけど、はい、政治家の人が言うとで、うん、あまだ大丈夫だと、うん、日本はまだ許してくれるだろうと思っちゃうわけです。そういうなんて言ったらいいんですか、国柄というかね、政治風土、うん、皮膚感覚、そういうものだというふうに見た方がいいという意味ですよね、今の話は。それはですね、うん、実に面白いところで、はあ、例えば韓国はすぐ東京オリンピックボイコットって言うんですよ、うん、そう嫌がるだろうと思うんですね、議員レベルでね、はい、議員レベルで、はいはいはい、日本人の多くは来るな来るなって感じになるじゃないですか、うんうんうん、そこの意識のギャップが大きいんです。でそれはなぜかっていうと、はい、やっぱり属国というのを長い間やってくると、うん、超高国に対して、うん、俺がお前に従ってるからこそお前は存在してるんだよっていう意識になってくわけです。非常にねじくまってきます。つまり従っているからお前があるんだぞっていう言い方、つまり、はい、まあ、韓国の朝鮮半島の歴代王朝は中国大陸の歴代王朝の属国だったわけです、はい、朝貢してたわけです、はい、圧倒的に力は違うけど唯一の朝鮮半島側の誇りは、うん、そのカードは、うん、俺がお前に従ってやってるからお前はね、うん、帝国を維持できてるんだ、うん、皇帝っていうのは全ての世の中を支配する、なるほど、俺が従ってやってるからだよっていうところが最後あるわけです、うん、やっぱりそれがですね、うん、その意識が未だに残ってて、うん、アメリカに従ってやってんだからアメリカ俺の言うことを聞くべきだ、はあ、うん、でこれがね米韓関係見ててもね面白いギャップになってくるんです、はい、アメリカ人はねドライですから、うん、そんなことを考えずに、うん、同盟なんだから俺の利益を俺のね、うん、プラスになることしろと、はい、俺もお前のプラスになることしてやる、はい、ギブアンドテイクだって言うわけじゃない、はい、でまあそれは普通の私たちの発想ですよね、うんうん、だけど韓国人の方はまさに兆候でしてるつもりですから、うん、アメリカ側にいるだけで私はアメリカから何かもらえてしかるべきであるという発想になったわけです、うん、ほう、でこれをですねアメリカ人に私の下手な英語で説明しても非常に難しいんですけども、うん、ただアメリカ人の中で面白くて唯一ねパッと理解する人がいて、でそれはね東欧圏から来た人なんです。ほう、それはね旧ソ連とね東欧の関係はそこまでじゃないけれど、うん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 、やっぱりそういう意識があるんです。ワルシャワ条約機構加盟国はソビエトからの経済的な支援を当然もらって当然と思っていた。そこまではっきりはしてないけど、はい、そのアナロジーで考える、ね、なるほど、なるほど。だからルトワックさんは、はいはい、彼は韓国人のメンタリティをよく見てるんです。ほう、でそれ以外でもアメリカ人 の, 書いたものを読んでて、はい、この人をよく韓国人 の, メンタリティ理解してるな、うん、韓国をやってるじゃないのになと思って調べると、うん、大体東北から来た人なんです。なるほどね。佐野さんいかがですか、今の鈴木さんのお話、はい、もう俺が支えてやってるんだからなんかバックがあっていいんだろうっていうこの感覚って お感じになりますか。あ、私はものすごく強く感じます。へー、はあ、はい、いろいろな銀行のディールなんかをしていてもですね、はいはいはい、例えばシンジケーションなんか銀行でやるわけですね、はいはいはい、そうするとですね入ってやってるんだから何か見返りあるんだろうなとかですね、そのことずいぶん言われましたから。それっていうのは要するに韓国の独特の文化なんです。例えば他の国との交渉においてはそういうことを言う国ってあんまりない。いや、もうほとんどなかったですね。アジアの国、私は香港ベースでですね、はいはい、そのシンディケーションとずいぶん組んでいましたけれども、はい、例えばインドであるとかですね、はい、シンガポールであるとかインドネシアとか、はいはい、こういった銀行にもパーティスペートしてもらうわけですけれども、はいはいはい、ほとんどそういうことを言われたことはないですけども、韓国の銀行と特に日本と韓国だけのディールをやるとですね、必ずそういうの出てくるんですね。お前のシンディケーションに入ってやったんだから何か、うん、見返りよっていうような形の。
その随分経験だったんで、それビジネス上の感覚からするとありえない、なんかこう、うん、エキストラな、こう、お、なんか、ね、要求ですよね。まあそうですね。ただ、まあ、100% 理解できないというわけではなくてですね、はいはい、やっぱりあのそこで、まあ、ギブアンドテイクでですね、うん、じゃあ次の時にあの入ってあげるよとかですね、そういうような、はい、やり返しもするんですけども、はい、でもそれを許さないんですよ。すなわち、うん、ギブアンドテイクっていうのはですね、そのじゃあ今回はこっちがあれだけど次はお願いしますよっていうのでよくやることはありますよね。ところがね、1ディール1ディールでそれを要求してくるのが韓国なんです。だから今回これで入ってやるんだから、はい、これについての見返りは何ですかってすぐその場で見返りを求めてくる。そういう場合これどう対峙していくのがいいんですか。これ結構大変です。だから あまりにひどい時にはそういうのはね、やっぱりあの出ていってもらえる形にするんです。そこまで僕らも覚悟を決めながらやる。そうなると少しなんか冷たくした方が相手に。そうなんです。ですから鈴木さんがおっしゃられるように冷たくした方がいいんだと思います。ワンステップごとに対価を求めるっていうのは北朝鮮の核交渉全くその通りですよというふうに考えていくと、朝鮮民族の一つの特徴かなというふうにも思うんです。はい、私はそう思います。そういう感じなんですか。そういう感じです。だから、まあ、真田先生はあの銀行での世界を話されたけど、はい、商社の人は同じことを言ってましたね。あ、そうですか。はい、よく韓国で言うんで、今回だけ助けてくれって言って、うん、で助けてやる。例えばアメリカがですね、それあのヤンフー問題とかのね、なんたら談話っていう時にも日本政府の関係者に聞くと、もう今回これで最後だから談話出して、で基金積んでで終わるとなんかまたなくなって、じゃあ次の談話出して基金積んで、これ同じ商社の人が今回だけ助けてくれって言うと助けると、うん、見返りやろうかなって、でそう一切ない。ですから韓国とはギブアンドテイクができないんですよねっていう話をよく聞き取れました。これ日本に対してだけですか。今さんのお話を伺っている日本に対して特にあるというお話かもしれないけれども、どの国ともそういうこうなんていうかビジネス上のその、うん、姿勢を持っているとすれば、他の国から見てもこの国とはお話しづらいなというふうに思われても仕方ないかなと思いつつ、特に日本に対してその毎回毎回 そのディールを求めてくるとすれば、これただ単にそのなんていうか先ほどの兆候している国に対しては何か従ってあげてるんだから毎回見返りを求めるというね、その相手によって対応を変えているのか、そこはどう見ればいいんですか。アメリカと日本に対して特にそうなんでしょうね、はあ、俺たちは西側にいてやるんだから、いてやる。だからアメリカ人も時々こぼしますよね、うん、例えばよくこれは韓国の新聞に出てきたエピソードだけど、日本の外交官ってのはアメリカが困った時に、はい、なんか私たちにできることありませんかって聞いてくる、うん、韓国の外交官はアメリカが困った時につけ込んでくるっていうね。なるほど。だから非常に不愉快だよねってことを、ね、言うそうですね。でそれを韓国人の記者に言うわけですから、はいはい、だから先ほどあの私が自民党の先生批判して、はい、副島さんが弁護されたけど、いや弁護言わなくなったらもうあれじゃもう韓国切るのね日本政府はってことになるじゃないですか、うん、だけどまあアメリカから切り始めましたからね。なるほど。だから、まあ後でね、みっちりそういう話になるんでしょうけどね、はい